こんにちは、速稼塾の久保です。ビジネスの基本の話が出てたんですけども、私は吉谷さんとねちょっとだけ違うんですけどほぼ一緒です。まずは商品力、商品の力をつけること、商品の種類とかいろんな意味でね、いろんなサービス、商品、こういったもの、商品あなた持ってますか？はい、持ってますね。そうしなくちゃいけない。商品がないと売り上げが作れないってこと、これがまず第1点目。2つ目は集客力ですよね。集客する力がなければ商品は売れないんですよ。で、集客しようと思ったら発信することじゃないですか。だから2つ目の要素は集客力、3つ目は販売力ですよね。やっぱりね、売る力がないといけないんですよ。売る力っていうのは欲しいと思ってる人を見抜く力と言ってもいいですよね。例えばね、ダイエットのサービスがあったとしてもダイエットに悩んでない人に商品売れないじゃないですか。だからやっぱりダイエットに悩んでそうな人に売っていくとか、痩せてなんかね、憧れのあの人に告白したいみたいな女性に売っていくとかってなると思うんですよ。そういうふうに何に悩んでるのかなってことが分からないといけないですよね。だからアンケートって必要ですし、マーケティングリサーチも大事だし、人の気持ちになっていく、人の痛みに敏感になって自分の痛みに鈍感になるってことはすごく必要だなと思うんですよ。まあ、ここ補足するとですよ、多くの人はね、自分の辛さとか悩みとかにものすごくね敏感で、それを人に分かってもらおうとして、ああでもないこうでもないと弱音を吐くんですよね。あえて弱音って言いますけども、そうじゃなくって、逆に言うとね、すごい言い方すると、誰が弱音吐いてるかなってことが気づけると、あ、この人にこの弱音があるんだったらそれを改善する商品やサービスが売れそうだなっていうふうに感じるんですよ。ですから悩み相談って最も商品を売るために必要なことなんですよね。はい、それでですね、こうやって商品力、集客力、販売力、この3つの要素があると商売はできるんですよってことなんですけども、それともう1個これがあるんですよ。これ金持ち父さん、貧乏父さんでもあります4つのポジションですよね。まずは労働者としての立場がありますよね。エンプロイーってやつですよね。いいです。これ皆さんお金を稼ぐときまずここから始まるんですよ。エンプロイーから。で、ちょっと自分が頑張って立場を変えて勉強していくと、スモールビジネスができるようになります。スモールビジネスってのは S です。 S ね。で、 S ってのはどういうことかっていうと、まあ、副業と捉えてもいいし、小さな自分のビジネスを動かすってことでもいいと思うんですよ。要するに誰かから雇われているわけではなくて、自分で考えて、それこそ商品考えて集客をして自分でセールスをする、この一連の流れ、小さな流れでいいんですよ。月に数千円とか数万円のレベルでいいんで、それがスモールビジネスになりますよね。で、それを規模拡大していって、人を使ったりシステムを使ったり投資をレバレッジをかけていったりとかする、そして大きなビジネスにしていくのがビッグビジネスですよね。これが B っていう段階です。ここまででエンプロイー、 S、B、スモールビジネス、ビッグビジネスっていくじゃないですか。この段階を飛ばして最後インベストメントに行っちゃダメですよってことなんですよ。要するにスモールビジネスもビッグビジネスも余剰資金をどのように作るか、どのぐらいの金額を作るかっていうトレーニングなんですよね。そしてその余剰資金でもって、生活資金じゃなくて余剰資金でもってインベストメントに進んでいくってことなんですよね。この基本を守らなければどんな話をしても、どんな話聞いても無駄だと思ってます。で、ビジネスを成立させようと思ったら、繰り返しますけども、商品持ってますか？集客できてますか？そしてセールスの力ありますか？セールスの中にはライティングとかね、それからスピーチの力とかありますよね。パブリックスピーキングの力とか、そういうのありますよね。だから、そういうふうに個別に鍛えていく力にこう分化していくんですけども、大筋は商品力、集客力、販売力、そして ESBI のこの順番を守らなくてはいけないということなんですよね。でも大抵の方はね、面倒くさがってインベストメントするんですよね、いきなりね。ビジネスを構築して余剰資金いつでも生み出せるような状態の人が投資に来るのと、自分の貯金を切り崩して、もしくは生活費を切り崩して借金をしてインベストメントに来る人、どっちが勝つんだって話ですよね。それこそビジネスすらできない人が投資で勝とうとするのがもう全然大間違いだと思うんですよ。投資ってのはビジネスの集合体ですからね。だから経営分析とか、お金に対する理解とか心理学とかね、そういうのができてないと、まあこれは投資では勝てないですよね。でも多くの方は面倒くさいことをやめて、集客力もないのに投資しちゃうんですよね。で、投資して負けますよね、そういう人はね。負けて当然ですよね。泳げない人が太平洋のど真ん中にドボーンと飛び込むようなもんじゃないですか。なんか考えようもないですね、だからね。でもこれ言ってもね、なかなか分かってもらえないんですよね。で、好きにすればいいということなんですけども、ただまあね、投資が簡単そうに見えるっていうのも問題ですよね。簡単なわけないですからね。能力の高い人にとってみたら簡単なんですけども、能力の低い人は簡単じゃないんですよ。まあ、当たり前ですけども。で、能力が低い人ってどういうことかっていうと、難しいものを簡単って勘違いすることなんですよね。で、簡単なものを難しいって勘違いするんですよ。要するに等身大の評価ができないっていうことだと思いますね。自分の力量も知らなければなりませんし、世の中の力量も知らなければならない。
要するに謝るんですよね、うん、まあ、困ったもんです、それは勝てないよって話ですよね。まあこれをね、まあ、何年となくくどくどくどくとやっていかなくちゃいけないというね、その辛さでございます。さあ吉田さんもね、いいですね、4万数千のそのマンションでもう骨をうずめるみたいなね。以前は東京のね、六本木ヒルズみたいなところで商売してて、全然感覚違うと思うんですけども、でもやること一緒ですもんね。タワーマンションだろうが、田舎の一軒家だろうが、それこそ路上だって、ビジネスするっていうことであれば、別にね、あのサービスエリアで、鉢巻き巻いてね、タオル巻いてね、こうやってコツ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 パソコンやるのも、六本木ヒルズの最上階でコツコツやるのも全く変わんないですもんね。うん、だからその基本でしか私たちはね、やっぱやってないですよね。夢のような魔法の方法なんてないわけですよ。たまにね、面白話として魔法の方法みたいなの紹介しますけどね、あのハワイで石を売るとかね、不動産の太陽光のやつをね、なんかこうショッピングセンターか空き土地をなんかうまいことを転がして0円で1億円借りるとかね、そういうのありますけども、まあ、それやってもいいんですけども、まあ話に聞くだけで実行する人はいないでしょうね。実行するのは私ぐらいのもんじゃないですか、あの真に受けてっていうか、思いついたらやってみるみたいな。だからそのノリの良さもなければビジネスってうまくいかなかったりとか、なんか失敗したことをね、ずっと引きずってたりとかね、例えば1年前に300万なんか盗まれました、やられましたっていうの、未だにあの300万があったらっていう風になっちゃうんじゃなくて、あの時に300万やられたけども、でも今500万稼げるようになりましたよっていう風になった時は全く問題ないし、むしろそうするべきですね、うん、なかなかあの伝えることが難しいかなと思いますけども、言いたいことはまあこういうことですよね。で、やりきったものにはそれがよく見えるんですよ。やってない人とかやってる途中の人にはなかなか見えないと思いますからね。うん、ただそう考えてみると、まあ、お金を操るっていうのは非常に単純だと思います、うん、あの商品作って集客して売るだけ、本当これ以外ないんで、これ以外ないまあ集客して教育して販売っていうのもね、ほとんど一緒ですけども、これ以外ないですよね。これ以外使ってないですよね、吉田さんね、我々は、うん、これ以外使わずにお金を稼ぐことはないですね、うんうん、私の場合は暗号通貨とかね、なんか投資とかありますけども、基本的にはそのビジネスってものをきちんと使ってやってるわけなんですよ。で、ネットワークビジネスも結局このビジネスの仕組みを使ってるだけですから、発信をむちゃくちゃして目立っていって、自分のうまくいったビジネスとかをちょろっと話すというふうな形でね、そしたらそれって何ですかって教えてくださいって向こうから来るんで、まあ仕方なく教えてあげるみたいな感じですよね。まあ仕方なくっていうのがね、仕方なくじゃないんですけども、よく聞いてくださいましたみたいな感じなんですけどね。ということで、今の時代借金を抱えるような状況には絶対ならないと思うんですよ、うん、だからね、借金しないとできないようなビジネスはもはややるなってことですよね。店とかね、なんか会社とかね、最初にだから100万以上、かかるようなビジネスとか、まあ、30万以上かかるビジネスやっちゃダメですよね。だって0円でできる時代に、なんでね、数万円ですらおかしいと思いますよ。私のやってた2013年の頃っていうのは、その無料の商材どれがいいのか分からなかったですけど、玉石混交だったんですけども、今は無料情報で、あの当時のね、私が稼いだ2013年の頃の有料情報ね、あの時だったら有料情報みたいなのが未だに使われずにゴロゴロしてますからね。で、当時の情報だけでも十分稼げますしね。もう単純に言ったらモッピーでもいいわけですよ。モッピーっていうポイントサイトやって2ヶ月で10万ぐらい稼いで、じゃあポイントサイトで10万稼ぐためのコンサルします、2万円ですっていいわけですよね。で、ユーザーさんに2万以上の利益を出させればクレームもないし、うん、モッピーの紹介報酬も入るし、まあなんせね、案件いっぱい来るから稼ぎ放題だしみたいな感じでね、非常に単純で分かりやすくって、これ以外ないんじゃないかなと思います。むしろね、暗号通貨で当てることなんてそれは難しいですよ。2014年に暗号通貨ってものが来るって意識してて、その頃から吟味していて、で余剰資金をその時持っていてみたいな条件がいっぱいあって、そこにわけのわかんない通貨を買うっていう勇気もないといけないですしね。当時は情報何にもないですから、情報何にもないところでそれをやらないといけない。で、それをやってたまたま持ってたのが、やっと今ね、ピンポイントで爆上がりしてるみたいな感じじゃないですか。これは無理ですよね。宝くじより難しいですよ。だって当時、今だってそう暗号通貨のこと分かってる人はいないし、当時なんて本当分かんないです。言葉があるだけですからね。将来そんな世界が来るかもしれないみたいな、ファンタジーみたいな話でしたから。それはまあめちゃくちゃだと思いますよ。だから、結果論で儲かった人が、私は分かってましたっていう人いますけどね。私を筆頭に。私は言わないんですけど、分かんないけど、たまたま当たっただけですけどね。後付けで分かってましたみたいなことをね、展開させるのにはちょっと、要注意ってことかなと思いますね。はい、ということで、ビジネスするのに借金はいらないということでございます。